はごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツの新作ザクモッチリング3種類を食べられます。左から小豆&ホイップ、レーコンジャガイモだったかな、でビーフシチューですね。今回はどちらかというとご飯系のドーナツということで、ね、販売されてますが、きっちりスイーツもあるのはミスドらしいです。ザクモッチってどんな食感なのかな、すごく気になりますね。もう響き的に。それではチャンネル登録よろしくお願いします。早速ビーフシチューから食べていきたいと思います。ちょこんとはみ出してるのがなんだか可愛い気がしなくもないです。見た目はカレーパンのようにも見えますが、実際はどうなのか。ではいただきます。ごちそうさまでした。まず3つのドーナツに共通する食べた時の食感はやはりカレーパンに近いですね。中の生地はもっちりしているのですが、外側はかなりザクザクという衣の心地よい音が聞こえてきて、やはりカレーパンに近いです。でビーフシチューは結構うまみがとろとろにとろけていて、口の中でそれが広がってきますし、2つ目ベーコンなんだろうと言いましたが、スパイシーミート&ポテトでした。スパイシーと言ってますが、そこまで強い刺激は強くなかったです。むしろトマトの甘酸っぱさが強く出るミートソースが中に凝縮されていましたので、トマトがお好きなのであれば食べてほしいです。そして最後の小豆&ホイップ、こちらだけは上にきなこシュガーがかかっていて、ちょっと香ばしさもありましたね。で中に入っているホイップクリームも小豆もたっぷりで、結構スイーツ系なんですけど結構食べ応えもあって美味しかったです。今回食べただけだとやはり自分が甘いものが好きというのもあるのですが、小豆&ホイップが一番さっぱりしている割に味がしっかりしていて美味しかったので、代表として5点とさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。